今日もクラスマッチやっていきたいと思います。今日はですね、全属性のアタックが上がってるので、まあ、すごく悩むところなんですけど、まあ、竜もいいかなと思ってるんですが、逆にちょっと大将なんかも、ちょっと面白いかなっていうふうに悩むんですけど、どうしようかな。やっぱり、ちょっと面白そうなのが、竜のご利用しかなと思うんで、とりあえず竜で行きましょう。ちょっと頑張ります。さあ、どうですかね。まぁ、ちょっと5連勝っていうこと、形なんで、ちょっとなんとかいければ、また展開が変わってくるのかなと思うんで、ちょっとこの勝負はちょっと大事な一戦になりますね。さあ、相手はどうだ？吉野ですね。まあ、強いですよね。さあ、どうだ？先行は？先行ですね。とりあえず、じゃあ、カンライズ置いていきましょうか。まあ、でも、ちょっとサマーデネブも引いてるし、またノイレちゃんも来てるんで、ちょっとゴリ押しなんとかいければなとは思うんですけど、あとはまあ、問題はアタックが上がってるってことですね。まあ、吉野。いやー、まあ、やっぱ強いですね。まあ、5000ぐらいなくなっちゃうんで、まあ、とりあえずこいつを左上に打っとけば、コンボは確定なんで、まあ、次にノイレでいければなって感じですかね。さあ、どうだ。アズリエル、キーですね。パズリエルちゃんは強いですね。ここ迷うんですけど、ノイレかな。モノレでご利用していきましょう。これだいぶ、そうですね。これで、あとは耐えるだけかなと思うんですけど、パイセーはきついか。始まった。いやー、厳しい。てか、対戦ありがとうは。勝ち確になっての対戦ありがとうはちょっときついっす。まあちょっと悔しい展開なんですが、まあしょうがないですね。